時間が過ぎまましたたので、えー、始めさせていただきますここ、えー、今日はですねあの著者に聞くシリーズで、えー、日比谷松本郎の常務取締役企画室長を出されています、えー、小坂綾乃さんに来ていただきました、えー、小坂さんはあの中高時代にはイギリスで過ごされたそうですけれどもあの立教大学をご卒業後、えー、ウェッジウッド ジャパンを経て日比谷松本に入られてその一方でですねあの今日のタイトルでありますけれども尊文に中国,あの中国革命の資金援助をした梅屋昭吉さんのひ孫にあたられるということで、えーまあ、その小坂家に伝わるいろいろ 貴重な資料等もあって、えー、昨年11月講談社の方からあの「革命をプロデュースした日本人」ということで、えー、本を,を出されました、えー、ちょうどまたあの先月でしたか NHK のハイビジョン特集で「梅雨足し総務」ーーと非常にドキュメンタリーが放映されましてそれからあの今年夏にはですねあの上海万博の方で。 小規所存分に関係するのあの展示会の方も計画されているということで、えー、ちょうどタイムリーな形で、えー、すぐご近所のお日比谷公園の方から来ていただきましたそれではきょうはです、ねあのー、小坂さんにお話したしていただいた後です、ねまあ、あのざくばらんな形で、えー、質疑をやりたいなと思っていしいたます。 皆様こんにちは本日は日本記者クラブで私の曽祖,祖父梅谷諸吉の話をさせていただく機会をいただきまして誠にありがとうございます。 本日お話をさせていただきます、まあ、梅屋昭吉と孫文の関係につきましては、日本の近代史の底に生まれてしまった歴史でございますけれども、まあ、昨今、誰もがあの隣国、中国と向かい合っていかなくてはならないということを意識したまあ今の情勢の中で,です、ね、まあ、経済のつながりだけではどうしても深い信頼関係を中国の方々と築くのは難しいと、そういった中でまあ日本と中国がお互いに助け合ったという、えー、この歴史的な事実にまあ光が当たるようになったのではないかと思っております。 まあ来年は、新外革命100周年になります。 でこの中台関係を考える上でも国府村文に対するの現在の中華人民共和国の姿勢は非常に前向きなものを感じます。えそれは例えばですね2008年に胡錦濤国家主席がまああの国家元首としては10年ぶりに訪日された際にですねまずこのま松本ロに来たという報道があのは皆様あのご存知でいらっしゃますと思いますけれどもあのこの実は村文と梅正吉の資料がですね私の自宅に 残っておりまして、まあ、この資料をご覧になるということがあの本いらしていただいた理由でございましたまた、習近平副国家主席がまあ,あの昨年ですか？あの来日された時もですね。九州の安川電機をお尋ねになってらっしゃいます。これもですね。やはり安川圭一郎さんが当時、孫文先生を非常にま財政的に支援していた。 えー、そういいったこともございますそしてまたさいさ昨年の,その建国60周年の時に中国が作りました、えー、建国大業という映画がございますけれどもこちらの中でもですねまず冒頭のシーン、えー、孫文先生の肖像画の前で毛沢東と介石が自分たち同じ孫文先生の教え子じゃないかというシーンから始まりまたその孫文夫人であった宋慶礼をですね非常に大事に共産党が迎えるシーンそして最後にはですね、えー、毛沢東 と孫文が並んで肖像画にある前で,です、ね、議会が行われているシーンとかです、ね、そういったものがあのこう、えー、映画のシーンで数多く取り上げられております、まあ、そういったことからもです、ね、非常にその孫文についてです、ね、中国が非常にこう取り上げているということがあの私もあの感じているところでございます。 まあ、そういったわけでですね。これからちょっとこの100年前の尊孫文と梅初期時に、えー、関わるお話をさせていただくことになります。まず、ね、ちょっとお手元にあの資料を配布させていただいておりますが、ご確認いただきたいと思います。えー、まず、あのちょっと簡単にあのご説明をした。あの書いてあります。パンフレットが2通とあとこれからパワーポイントでちょっとあのお見せします。簡単な小さなこのカラーで資料。 載っておりますカラーで出したものが1点、それから先ほどあの司会の,かあの坂東先生からあのお話がありましたように8月に上海万博で「孫文と梅へ小吉展というのを行わせていただきますのでそれのまあ内容ですね、そしてです、ね、上海万博のみならずです、ね、9月には北京、10月には武漢。 えー、新型革命発祥の地武漢で,です、ね、同じように、えー、展示と映像の巡回展をさせていただくこれはです、ね、早稲田大学元総長の西原春夫先生があの、まあ、旗を振って北京と武漢はです、ね、あの主催してくださると、えー、その西原先生が書いてくださったまあ文章と企画の内容が書いてあります。そしてまああの今日はのほ本の、えー 聴者に聞くとといいうこででございますので私の書いたこの「運命食に関しての本講談社さんから出していただきました本の一応ご紹介などが入っておりますのでの後でご覧いただければと思います。最初にお断りしておきますが私学者ではございませんので本当にあの知識不足あるいはご説明不足のことも多々あると存じますがご容赦をたまりたくお願いいたします。 孫文先生はですね、1894年ハワイで高中会を立ち上げられてからですね、亡くなる1925年3月まで、まあ30年以上にわたってまあ革命を、えー、の生涯を過ごされます。えー、その中でですね、実は10回以上日本を 尋ねられて合計です、ね、10年以上は13年ぐらいになるというふうにも言われておりますが、えー、その革命の3分の1以上の時間を、ね、日本で過ごされております、えー、そういった関係からですね孫文先生に関わった日本人は300人以上いるというふうに言われておりますでこの300人をまあ大,大まかにですねグルーピンググループ分けするとですねまず第一に有名な宮崎東天貝野長友らのですね大陸浪人グループ、えー、彼らがあのー 非常に自由民権派運動のです、ね、流れから孫文先生を支援した、もう一つはです、ね、国権主義者の立場からです、ね、現、ま、用、あ、あ者の遠山満、それから内田良平らのです、ね、そういったグループが孫文先生の支援をした、でもう一つはです、ね、政界、財界などの有力者グループ、犬飼強氏 さらに代表されます政界のです、ね、応援もあってそういった皆様の中で,です、ね、孫文先生がいろんな革命運動をしておりました。 しかしですねまあまああの中国の学者の先生もまあ日本の学者の先生もですね本当に心から孫文先生を支援したのは非常に少ないいわゆる新本勇と言われる日本人というのは非常に数限られているとなぜならその侵害革命をですねいろいろな目的から利用しようとして孫文先生に近づいていた日本人がほぼ、えー 大,体大多数がそうであったと、えー、しかしその、えーまあ、この梅正吉というのはですね一民間人でありながらですね何の見返りもなくですね純粋に、まあ、友情というかですねあの友人である、えー、孫文先生を支援していったということで数少ない新本友の一人であるということというふうに、えー、中国では評価されております。 でこの梅小吉はほとんどの方があのご存知ないのでどういう人間だったのかというようなことを少しお話申し上げたいと思います。ここにあの古い梅小吉のまだあの十歳ぐらいの写真でございます。これはあの梅小吉はですね長崎県生まれでございます。ですのでこの小吉は明治元年生まれでございますのでこの写真はですね長崎県のその日本で最初に写真家をあのやった上野彦馬の撮影ではないかというふうにも言われておりますがこの えー、長崎で少年時代撮られた写真が残っております。えー、梅少吉は貿易町の息子でございました。えー、比較的裕福な、えー、家で育ちました、えー。そしてですね、14歳の時に、えー、自分の家の船でですね、上海に渡ってしまいます。まあ、非常に好奇心旺盛な少年でございました。えー、まあ、長崎はですね、まあ、ご承知の。 通りあの外国に開けた町でございましたから当たり前のようにえ中国の方、えー、とも触れ合って育っているわけでございます。で小吉にとって当時の中国というのは憧れの国でございまして、えー、まあ。 あの今、長崎の方にお話を聞きますとですね江戸に行くには水杯で上海に行くには下駄でというぐらいですね上海の方が長崎の人にとっては近い存在東京は水杯で行くというようなあの感覚であったというふうに聞いておりますが小吉もですね本当にあの軽い気持ちで冒険心たっぷりで,ですね上海に14のときに渡りました。ししかしですねその小吉が 当時ののの上海で目にしたものというのはです、ね、欧米列強に中国の人々がです、ね、人間として尊重されないような非常にひどい扱いを受けている様をです、ね、目の当たりにするわけです。もともと義教心が非常に強い少年、まあ、あの長崎のヤクザに向かって喧嘩をふっかけたりです、ね、非常にそういった貧しい人たちのところに行っては自分の家の裕福だったのでお金をばらまいたりです、ね、ちょっとちょ少年の時からそういうところが があった小吉なのでその非常にその憧れの中国に行ったところ欧米の人たちにですねひどい仕打ちを受けている中国のありさまを見てこの少年時代のこの経験がですねこの一生あの中国を何とかしようアジアを アジア人の手で、あの、強くして、きちっとした、あの、アジアにしなきゃいけないというですね。気持ちの大間とはですね、この十四の時に、えー、培われたものだというふうに、私は理解しております。まあ、しあの、小基準よりもですね、二十年先に、前にですね。まあ、高杉晋作が、やはり、あの、上海に渡っているわけですが、やはり、高杉晋作もその時にですね、えー。実に上海の地はシナに属するといえども、はい、エイフ仏の属地。 俗しというもまたかなりというふうな言葉を残しておりますが、まあ、当時の中国というのはそういう状況であったということでございます梅屋小吉はです、ね、その後もです、ね、非常にあちらこちらに足跡を残しております <laughs> 広くです、ね、アジアに足を伸ばしております なかなかその長崎にとどまることをしないで,ですね大陸に南洋開発に行くんだとか言って飛び出したりとかですねいろいろな経験をしていきます。しかしこのですね若い時の放浪をしていた子のですね時に培った人脈というのがですね後に孫文先生をおかくまいしたりもしくは武器を革命軍に 渡していくときにですねこの裏というかいろいろな人脈がですね非常に役に立っていったというふうに私は理解しております、はい、えこちらがですね梅、えー、谷小吉と徳でございます徳というのは梅、まあ、谷夫人になるわけですがこの徳はですね息 長崎県の駅駅津島の駅の出身でございます、えー武,家のえー、武家の娘でございましたが、まあ、当時明治に入ってから武家の生活が非常に大変でですね長崎のまあ裕福だった梅屋家に最初養女に入りそれからあの小吉とまあ結婚するわけです、えー、徳さんいなくては小吉はこれだけのことができなかったと言われるぐらいですねこの徳夫人がですね、えー、小吉を支えまた多くの革命の志士たちを支えですね。えー 後には孫文と宋慶齢の結婚まで,ですね結びつける大きな役割をするのはこの梅屋徳でございます、はい、でここで,です、ね、そのいかにして孫文と梅祥吉が出会ったかというようなお話をさせていただきたいと思います。先ほどお話申し上げましたようにあの梅祥祥吉はあの大陸、中国などあ,のあとは内洋の方も転々としていたんですが、まあ、香港で、えー、落ち着きます。 香港で写真館を開きます。それでまあ持ち前のですね親分肌、えー、人あの面倒見のいい性格もあってですね、非常にその写真館繁盛していきます。えー、そこへですね。 よく出入りするイギリス人がおりましたジェームズ・カントリーさんという方ですけれどもこのジェームズ・カントリーさんは実は孫文先生の医学校の先生でした孫文先生はまあお医者様を勉強されてお医者様を香港でなさってたわけなんですけれどもその医学校の先生がジェームズ・カントリーさんでした。ジェーームスカントリーさんはあの写真が趣味で ございましたのでよく梅屋の写真館に出入りして写真のまあ話をしてたんだと思いますけれども、えー、実はその孫文先生もこのジェームス・カントリーさんに「自分は実は医者だけれども本当に治したいのはこの国である」ということを打ち明けておりましたそしてあの梅屋もですねあのジェームス・カントリーさんに向かってあなたたち欧米人があのここは本当は中国人の,あの中国なのにあなたたちがあの えー、欧米人が我が物顔で割歩していてこの状況はおかしいと、えー、いうことを、まあ、ジェームス・カントリーさんにもあの話していたわけですね。でこのジェームス・カントリーさんは自分の教え子である孫文とです、ね、この写真屋の,あの主人である梅屋諸吉は同じようなことを言うとこの中国人と、えー、日本人梅屋諸吉を出会わせたら何ができるんじゃないかというふうに思われたと思うんですね。そののジェーームス・カントリー博士がです、ね、孫文先生を連連れれてて写真館に連れてくるわけです えー、その時ですね、孫文先生は二十九歳、梅屋は二十七歳でございました。えー、梅屋書記がですね、後に、当時のですね、あの孫文先生と、えー、の出会いをですね。まあ、孫文先生亡き後、その墓前で追悼の辞として、このように述べております。中日の親善と東洋の交流、はたまた人類の平等について、全く所見を同じうし。 ことにこれが実現の道としてまず大中華の革命を遂行せんとする先生の誘斗と、えー誠,のえー、誠の思いははだしく我が宗、えー、信を感激せしめ一後のよしみついに固くしょう将来を誓うに至ると、えー、つまりです、ね、孫文先生と、えー、話し合っていくうちにです、ね、全くそのこの中華の革命をやることによって、えー この人類平等の世の中を作っていくんだというようなことで本当に簡単に相手て照らしましてその時にですね梅昇吉は孫文に「君は兵をあげよ我は財を持って支援す」という約束をするわけですね。 この約束を生涯貫くのが梅谷正吉でございます多くの先ほど申し上げたように日本人が孫文先生といろんな関わりを持ちましたがそれぞれ事情や時代の流れによっていろんな形で孫文先生を裏切ったりもしくは孫文先生から離れていきますが梅谷正吉はこの時の約束を生涯貫きます孫文先生に初めて会った日本人であり最後まで支援を続けた日本人は梅谷正吉でございます 梅諸者はまたです、ね、孫文先生の中国の革命のみならずです、ね、実はこの写真にありますのはフィリピンの革命をやったアギナルドラとも信仰、ね、がございました彼らの革命にも少し参戦この軍服を着ているのはそのマラのあのフィリピンの独立軍の格好なんですがちょっとそういった形でフィリピン革命にも携わっていたりしました。はい でその梅屋小吉がどのようにあの革命に関わっていったかというようなお話をさせていただきたいと思います。 梅栄諸吉はその香港の写真館が繁盛していたお金で,ですね初期の杭州危機に始まったあの孫文の革命の支援もしくは孫文先生が逃げるためのですねお金を手渡していたんですが実は清朝政府に梅栄諸吉自身も狙われることになります孫文を支援しているということが密告されましてそしてですね香港の写真館をすべてそのまま置いたままですねシンガポールに逃げます。 シンガポールで梅屋諸吉が出会ったものはですね映画でございました。 当時の映画というのはまだ本当に56分の,です、ね、あの本当にく写真が動くようなあの簡単なものだったと思いますけれどもそれでも当時の方たちには非常に衝撃的なものだったらしくです、ね、その手に入れたフランスのパテーシャから手に入れたフィルムを回すごとにです、ね、本当にたくさんの人たちが集まってどんどんそのこれは商売にしたら非常に儲かるんじゃないかということで正吉はです、ね、映画に 転身します。 そしてですねシンガポールを離れるときには、もう非常に現在のお金10億円ぐらいはあったんじゃないかというぐらい、非常にシンガポールでの映画講あを成功させて、日本に凱旋帰国いたします。その後、東京にエムパテー商会という映画会社を作りまして、これでみるみるうちに財を成していくわけでございます。この今、画面に映っておりますのは、東京の新宿百人町、西条八曽のですね、 敷地跡だったというふうにも聞いてますが3000坪のです、ね、大邸宅と映画の撮影所も兼ねた自宅を構えました。 えこのえー、と今でも私も子孫としてですね柱の一本,本ぐらい残しておいてほしかったんですが全く何も残っておりません、えー、この日本家屋別館アネックスの日本家屋の2階ではですね後に孫文先生と宋慶礼先生の披露宴も行われたのがこちらでございますどのようにして映画ビジネスが成功していったかというとですね、まあ、いろいろありますが今では当たり前になっております新聞にですね広告を出す、えー、というようなことはあのその当時はですね 映画の広告を新聞に出すなんてことは誰も考えなかったようでございますが梅屋は新聞に映画の広告を出すとかですね、えー、映画というのは、その暗いですよね、場内がでその、えー、席まで案内する女性を綺麗な女性ばかりにしてですねあの席に着くのをあの楽しみに映画館に通う男性たちを集めたりとかですねあとはその非常に派手な、えー、宣伝。えー あの映画館を飾ったりですね、内容風に飾ったりです、ね、いろんなアイディア満載で、他の映画会社に、えー、負けないぐらいですね、えー、エパーティー紹介がはすごい勢いで流行っていきます。で、また新しいアイディアでは,ではですねあの、当時は歌舞伎と一緒で、男優が女優,女優の役もやって、えー、映画をやっていたわけですが、初めて女優を使って映画を作ったりですね、あと、非常にあの有名なのが、 こちら、ですね、えー、こちら白瀬信の,の南極探検、えー、これ、皆さん当然あのご存じのお話ですこれは大隈重信さんが会長になって南極探検、国の日本,は日本政府としてお金を出さなかったわけで。えー まあ朝日新聞社はじめですねえ多くの,あの人たちがまああの支援をしてこの白瀬信の,の南極探検いたしました梅昌吉もこの探検自体にも非常にここにも一切後援金を寄付と端っこの方に書いてあるのをお読みいただけると思いますがえーこの事業自体にもお金を出しましたしえ自分の映画会社の撮影隊を実は送り込んで,ですね当時の南極の模様をフィルムに収めております。えー ペンギンがちょろちょろ歩くとかです、ね、氷の塊が動いてくるとかです、ね、当時の人にとってはもう非常に驚きの連続のフィルムでございましてこの映画も大ヒットしていきますそのほかにです、ね、梅昇吉,吉はその娯楽映画だけではなくてです、ね、今でいう NHK の3チャンネルの役割をするその映像によってです、ね、教育 いろんなものを伝えていくことができるといわゆる書物だけではなくて見ることによってです、ね、100分にしかずということで,です、ね、このフィルムによっていろいろな教育をしようということで社会的な映画も多く輸入して興行いたしました。 えー、有名なのがです、ね、山形県の方でコレ,ラがコレラが流行った時にです、ね、いち早く梅屋昇吉がそのいわゆるその、えー、伝染病を防ぐにはどうしたらいいかというの,はあの外国のフィルムですけれどもそれを山形県に持っていってです、ね、つまり井戸水を飲む時は煮沸して飲まなきゃいけないとか手はきちっと洗わなきゃいけないとか、まあ、そういう映画なんですがそれを見せてです、ね、非常にそのコレラを防ぐのに役立ったというのも聞いております。そして梅吉吉はですね あの日活、えー、日本、えー、活動者数株式会社の,せあの創立を、えー、考えます当時です、ね、吉沢商店、横田商会、福報道、そしてエムパテ、この4社がです、ね、しのぎを削っていたわけなんですが、まあ、競争するあまり粗悪な作品も多くてですね、まあ、梅井吉は、その えーまあ、映画史的にはです、ね、梅昭吉はその稼いだ金を全部その革命資金に投じてしまって自分の会社が危なくなったからこの日活創立を思いついたんだという説も確かにございますし、まあ、この4社が一緒になって良質な作品を作ったらいいということもありましてです、ねまあ、そういったことからこの4社でトラストの形で日活が作られましたこの時の創立のメンバーのこちら写真でございます。 梅証吉はですね、まあその映画で儲かったお金は湯水のごとく革命資金に投じていくわけですけれども、まあそれだけじゃなくてですね、こういろんなことを思いついて発案しています。これはですね、中華国際博覧会、つまりですね、中国で今でいう万博みたいなものを開いたらいいというようなこともですね、当時言っておりました。まああのたまたまそのやっとですね、上海で万博というのが開かれることになって、それにですね、孫文と梅証吉展というのをさせていた。 いただけることも何か不思議なものを感じておりますけれども当時有名人を着てそんなことの提唱もしておりました。 そしてですねこれは孫文先生がその革命あ亡命するたびにですねこういった形で多くの日本の支援者そして中国からの留学生ですねこうして集ってですね孫文先生の革命を支える会をしておりましたたまたまこれは松本楼で開かれた宴席の写真が残っておりますのでこうして持ってきたわけなんですけれども中央に一番中央に立っていらっしゃるのは孫文先生その手前におひげを冷やしたあの。 林田ですねのが梅屋正吉でございますこういった集合写真が何枚か私の手元に残っておりますが必ずですね中央に孫文先生と梅屋が写っております。ということはですねまあ集合写真というのはまあ今でも重要な人が中央にいてそしてこう席があの埋まっていくわけですけれどもこういったことからもですね当時の梅屋と孫文の関係えというのがあの写真からも見て取れます。そしてこちらがですね ええー。 まあ、ソン先生というのはその非常に革命をのやりながらですね実は亡命生活が長くて、えー、実際のドンパチには加わってなくてですねヨーロッパアメリカなどにいることも多ございましたこちらにありますのこの寄せ書きのついたては梅谷小吉の家にみんな革命の志士たちがまあ集っていたわけですねここにサインしてある天天球天球 これ皆さんですねこの方たちが侵害革命の中心人物でございます。 巨の名前もあります、えー、そのだというふうにの家に来てそれぞれの思いをこのついたてに、えー、書いておりますこれ非常にあの貴重なものだというふうに私も思うんですけども梅屋も非常にこのついたてを大事にして必ず自分が座るです、ね、ソファーの横にこのついたてを置いていたというふうに聞いております一番端っこの上の方に「親愛蒋介石」と書いてありますがこれは後から付け加えて書かれたものでございましてですね まだその深革命の革命の皆さんの中では新んものというかですねだったということがこのついたてからも見て取れるというふうになっております、はい、そして梅昭地が残したもう一つのですね非常に重要なことがですね、まあ、10月10日1911年10月10日に武将放棄これが深海革命 に広がっていってですね結局、あの革命大きな中国を動かしていく原動力。まあ革命が成功しているわけです。けれども、この様子をですね。梅章吉は動画で撮影しておりますえ、珍日からですね。武将放棄成功という電報をもらった。梅屋はですね。自分のうちの m パテの撮影隊を。 部下に送っておりますそしてこの様子をですねフィルムに実は収めているわけですねでこれは唯一の侵害革命の様子を捉えたフィルムでございます。 えー、非常に貴重なものでございましてこれはです、ねえー、孫文先生に見せるためだけに梅谷が撮った映像でございましてこれは一般公開しておりませんその後です、ねまあ、どういった経緯で、まあ、孫文先生にこのフィルムをお渡ししたとしてもです、ね、その後どういった経緯になったかは明らかではございませんが今、CCTV のアーカイブスに残されておりますでなぜそれがじゃあ梅谷昭吉が撮ったフィルムであることが証明されるのかといいますとです、ね、私の家の手元にこの写真が残っているわけです。 このスチール写真とですね私の手元にあるスチール写真と CCTV のアーカイブスにあるそのフィルムが全く合致するわけですね。ということであのこれは梅昇吉が撮ったフィルムであるということが証明されました。 孫文と梅屋のやり取りというのはこういう形で電報でやり取りしておりました。ここに例えばあるのは孝公、ねまあ、孫文のもう一人の革命の立役者である孝公が亡くなったという孫文先生から送られた電報でございます。まあ、こういった形で電報でのやり取りがありましてうちにはあのまだ当時の電報がこういった形で残っております。 そしてですねえまあ具体的なえことで梅正吉はですねこちらえ革命軍の委任状もしくは武器注文書というのが残っておりますがえ武器を あの送っておりました、えー。まあ民間人でございましたので、あのできることも限られていたとは思いますが、まあそこがですね、いろいろなまあ梅阿の、えー、いろんな人脈を使ってですね、革命軍に武器を送っておりました。すごい数なんですね。これ小銃七銃、機関銃、えー、さあの大砲とか書いてありますけれども、これらを、えー、革命軍に送っておりました。実はですね、日本の政府も、えー、いろんな形でその辛亥革命を応援したりもしくは応援したり ななかったたりしたわけなんですが、えー、政府が用意した武器はです、ね、日清戦争で使い古した武器をまあ革命軍に送ってなかなか使い物にならなかったけれども、まあ、ウメアが送った武器は非常に使い物になったということで,です、ね、そういったあの趣旨の発展 お礼状というかですねそういったものも残されておりますその他にですね例えばこれは第三革命遠征街を倒す革命の時ですが第一次世界大戦後孫文先生が飛行機をですね自分の革命にも使いたいというふうなリクエストが梅屋のもとに参りましたそしてですね滋賀県の妖怪地市にですね飛行訓練場を梅屋が作りますそしてこの飛行機もアメリカから買ったというふうに言われてますけれどもこのいわゆる本当に空軍の第一歩みたいなですね ものが実は梅谷が総務先生に頼まれて滋賀県に作っております。この自転車を持って並んでる皆さんはですね中国からの留学生です。パイロットになるべく訓練学校に入ったんですがなんで自転車を持ってるかというとですね 実は彼らは自転車にも乗れなかったんですね。それで飛行機を運転するにはですね。まあ、このバランス感覚が必要であるということからですね。まずは自転車に乗る訓練からしたということで、この自転車と飛行機があの一緒に写っている写真が残っているわけです。この飛行訓練に関してはですね。アメリカでそのパイロットの訓練を受けた坂本十一この写真に載っても坂本十一がですね。彼らを訓練しました。非常に筆まめてですね。坂本十一からですね。細かい その彼らの訓練の様子それで実際坂本十一はです、ね、彼らを連れて中国の空も飛んでます。 タバこうのですね缶にこう火薬を詰めて飛行機からこう爆弾みたいにして落とすとですね当時、遠征街の軍は空からあのすごいものが降ってきたということであのそれだけは勘弁してくれというふうに言ったというぐらいですね非常にあの驚いた武器,武器というかで,すねであったというふうに坂本十一の記録の手紙が残っております。はい ここからしばらくですね、ちょっと宋慶龄さんのお話をさせていただきたいと思います。皆様ご存知のように、宋家の三姉妹、有名な中国の三姉妹。一人は財を愛し、一人は国を愛し、一人はまあ権力を愛したと言われる宋家の三姉妹。え長女愛玲はですね、康昭期、えー、と結婚して、まあいわゆる財閥ですね、えー、と結婚して、えー、次女の宋慶龄は孫文夫人となり、えー、三女の宋美龄は蒋介石の夫人となります。 有名な総計の三姉妹のこちら総計令でございます。総計令さんはですね、あの、よ、はい、損分夫人となりますがここにもですね非常に梅や夫妻は深く携わっております。 孫文、えー、先生がまあ第二革命に敗れて非常に失意の,あの生活を送っておりました時に宋慶霊さんはです、ね、アメリカでご教育を受けられてるんですね、えー、ウェスレン大学を卒業して、えー、本当は上海に戻るところをです、ね、東京にいらっしゃいましたでなぜなら宋慶霊のお,お父さんであります宋惑樹 チャーリーリと呼ばれれてますけれども宋家樹さんはです、ね、やはり孫文先生の非常に熱心な支援者でございましたですから孫文先生が亡命すると一緒に宋、ね、ファミリーも日本に亡命してらっしゃいましたそれなので総慶霊さんもアメリカから上海ではなくて日本に来たわけです最初は総慶霊のお姉さんのソーアイ愛イさんが孫文先生の秘書をやってらっしゃいましたが孝昭、まあ、基さんとの結婚が決まりましたので次女の総慶霊さんが今度孫文先生の 英語の秘書になります総経理さんの写真でもお分かりになりますように非常に聡明でおきれいな方しかし非常に若,若くていらっしゃいました当時ですね宋文先生は48歳総経理さんまだ22歳非常にその年の差のある2人ですが総文先生は総経理さんのことが好きになってしまうわけですあ自分が落ち込んでる時にきれ麗な女性若くてきれいな女性がそばにいたら当然男性としてはそういう流れになると 思いますけれども、まあしかしですね、孫文先生には、えー、奥様もお子さんもいらっしゃいました。19歳の時にロポテルさんという方と結婚して、3人のお子さんがいらっしゃったわけですね、えー。しかもですね、この2人はクリスチャン、クリスチャンだったので、まあそのクリスチャンの仲間からもですね、その差しのある人とのこういう関係はいかがなものかという批判もありましたし、革命の同志の皆さんもですね、この失意の 革命うまくいっていない亡命生活の最中であるにもかかわらず若い総慶霊と恋仲になる孫文というのはいかがなものかということで,です、ね、革命の皆さんからも大反対をされるそして一番まああの映画にもなりましたけれども総家の三姉妹で一番反対したのが宋ファミリーでしたお父様がです、ね、自分はその孫文の革命を応援するけれども自分の娘をやるとは思っていないということで,です、ね、総慶霊を連れて上海に帰ってしまうわけですねこの お二人の関係を知ったときに、えー、そのときにですね、孫文先生が、えー、実はその食事も喉を通らなくなってしまうわけですね。で、当時その梅や徳徳夫人がですね、まあ孫文先生のお食事なんかを作って、えー、こうお出ししたときに、全然手をつけられないので、その徳夫人がですね、あの私の作ったものがお気に召さないんですかというふうにお尋ねしたところ、その孫文先生が あの違うんです、いいんです、ほっといてくださいということであの力を落としてらっしゃると、徳夫人はまあ女の勘というか、総経齢さんがいなくなっちゃったことで孫文先生が元気なくなっちゃったんだろうなというふうに思われたのか、総経齢さんのことが忘れられないんですかというふうふに孫文先生にお尋ねしたら、そうであると、実は,実はそのあの自分は経齢が忘れられないということをまあ徳夫人に打ち明けるわけですね。徳夫人が こんな親子ほど年の差が離れている人と結婚すると早く死んじゃうからやめなさいと孫文先生を説得するわけなんですが孫文先生が、ケイレと結婚できるなら明日死んでもいいという,ようなことを特に打ち明けるとでそこのもともとですねもうちょっとこの肝った母さんの徳さんがですねじゃあ私に任せなさいということで孫で文先生の所生の方たちを買って宋慶梨さんを上海から日本に連れ戻すとそして2人を結婚させると。 同時にまあ孫文先生の離婚の手続きもするというようなことでですね、ようやっとこの2人が結婚できます。えー、これは結婚の時の写真でございますが、そこに梅や徳が写っているのはですね、どれだけま徳夫人の尽力があってこの結婚がなったのかということでございます。えー、孫文の亡命の時にはですね、外務省のその、えー、亡命の記録が詳細に残されておりまして、外交記録の中に残されているんですが、えー、梅や徳がですね、総経理を連れて新婚のためのですね、ザ 買いに行ったり、お布団を買いに行ったり、炭素を買いに行ったりという行動の記録も全部残されております。そういったことでですね、そのウメ色地もしくはそのウメ色地夫妻の存分への支援というのは、武器を送るとかですね、ただ純粋にお金を送るとかですね、革命の皆さんの面倒を見るとかそういうことに限らず、非常にそのプライベートなですね、まあ、結婚とか恋愛とかそういうところにもま及んでいたわけでございます。 これはまあ晩年ですが、この宋ファミリーと梅谷祥吉があの写ってる写真でございます。これもですね、こちら、の私のところに残されている資料ですが、梅谷祥吉はその孫文先生が作った清張を倒して新しく建てた国を日本,に日本国にですね、早くえ認めさせるために、このシナ共和国公認規制同盟会というのを、ちょうどこの辺りですね、あの ペニンシュラホテルとかこの辺りにです、ね、あの有楽町日比谷有楽町の辺りと書いておりますこの辺だと思うんですが事務所を建ててこういったものをやっておりましたでこの剣母の羽織剣母賢い母と書いてある羽織も残されておりましてこれ実際に梅昌吉が着ていた羽織なんですがなんで剣母なのかということなんですが、まあ、一つはですねあの革命の父は孫文であると。えー、言うなれば梅吉のやったことはですね 本当に裏方で,です、ね、いろんな世話をしたり、えー、あの見えないところで、えー、本当にお母さん的な母的な役割を革命に対してしたということで孫文がその憲法と書き残したであろうというふうに、えー、伝え聞いております。はい えこれちょっと細かくは見ていただけなくてあれなんですけれども、梅、え、翔、ー、基地は、その孫、えー、文の支援だけではございません、実は孫文の革命を支援した日本のいわゆる大陸浪人たちですね、彼らの支援もしておりました、えー、私どもの,との手元にはです、ね、非常にたくさんの書簡が残されておりますが、ほとんどが無心状でございます、えー、例えばですね、えー、まあ有名な宮崎東店からです、ね、こんな手紙も残されております。 遠来の珍客あれども酒どころか茶一杯も飲ま,ま,ませられぬ、えー、これではいかにもシナローニンの顔が立たぬさればたびたび願ういくらかにてもおかしい。 否恵みてこの男の顔を立てさせたまえかし少し厚かましくて生きにくいからせがれ龍介を使わせてこの儀を伏して願うとえこれ一番下の手紙がそうなんですけれどもえこれえこういう手紙とかですねもう手形付きのものが山のように残されております。平山茅野長友 もございますそういったことからですね梅の初期の彼らが大陸に行くための資金を援助したりもしくはですね残した家族のいわゆる生活の面倒もですね見てたというようなことがですね残された書簡から見て取れます。 そして、えー、こちらインドの革命の皆様インドでガンジーさんが有名ですがやはり日本は明治維新を成功させてますから中国の革命の趣旨もみんなその日本に学びに来たと同時にやっぱりこのインドのです、ね、革命の皆さんも日本に勉強、勉強とか革命運動で来日していらっしゃいました、えー、彼らはですね、えー、彼らと孫文先生を引き合わせたり、えー、していたのも梅屋書吉でございます。えーこの バッカなんかと一緒に撮っている写真もございますしこちら有名な中村屋の坊主新宿館の中村屋にその彼を伝えた坊主も囲った時の写真ですねこれ囲って13年目の記念写真というふうに書いてありますが遠、まあ、山満梅屋諸吉その横に坊主が写ってありますがこれは中村屋で撮った写真だそうです。 はい、そうこうしておりますうちにですね孫文先生の最後の時が近づいてまいりましてですねこれ孫文先生と宋慶礼先生最後の写真でございます。これもですね海に送られた写真であってですね中国にはなかった写真の一つです。えー まあ神戸で有名な大アジア主義の演説をなさいますけれども、その時には非常にもう、孫文先生、ご体調が悪くていらっしゃいました、同時に梅屋昇吉も、神戸にはその体調が悪くて行けませんでした、孫文先生がその大アジア主義の演説が終わって、ご帰国されるときに、梅屋昇吉に一つの電報を残しておりますす帰国滞在中ご好意感謝す今後も全アジアジ民族復興のためご協力を絶望す。 合わせてご健康を祈るというふうにこの伝説に書いておりますが、これが最後の孫文先生からの伝報になります。孫文先生は最後までですね、ま日本は東洋王道の感情となるのか、西洋波動の犬となるのか考慮すべきであるという有名な言葉を残しておりますが、その後のその日中関係が非常に悪くなるのを非常にご心配されていらしたわけですね。 まあ、先生亡くなられた後もですね実はその運命夫妻っていうのは非常に人情深くてですね、えー、総経礼と結婚はさせましたが前夫人であるロボテイさんをあのお慰めにお尋ねしたりもしております。 こちら孫布先生の、えー、お葬式の様子ですね。この間 NHK ハイビジョンをご覧になった、えー、くださった方もいらっしゃいますが、じゃその南京の、えー、中山陵にあの孫布先生があのこう本のお葬式のシーンがですね映像で残っておりまして、そこに日本人は代表としてですね犬飼忠義、遠山密梅谷正吉夫妻が、えー、そのフィルムに残されております。で、普通こうトコ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 とことことこっ歩きて普通にこう礼をしていくところですね。梅谷正吉夫妻だけがですねこの 大きなハンカチで顔を抑えながらですね、悲しみを孫文先生が亡くなった悲しみをあの悲しんでいる様子がですね、フィルムに残されております。そういったことからもですね、本当にこの心情で孫文先生と結ばれてたんだなというのがそういったところからも感じられます。 そしてです、ね、梅屋昇吉の新骨頂というか私がそこからがすごいなと思うんですが孫文先生お亡くなりになったあとのです、ね、梅屋昇吉の活動というのがまた非常にいろいろなことで,です、ね、あのご紹介したいことがたくさんございます実は孫文先生亡くなったとは当然関わっていた日本人たちはみんなもう、えー、手を引いていくわけですけれども梅屋昇吉はなおもです、ねえー、その日本と中国、えー、助け合っていかなければいけないという気持ちを貫きます。えー 銅像を作ることを決意しましまてです、ね、このような大きな立派な尊文像を作りましたこの頃も梅屋昭吉はです、ね、財産はもほとんどございませんでした使い果たしてでこの銅像を使うに作るにあたってはです、ね、娘のための嫁入りの資金もです、ね、全部こちらにつぎ込んだということでございます4体今でも現存しております広州の中山大学 広軍艦学校、えー、南京の中山寮、えー、そしてマカオの国府記念館に全て現存しておりますそしてですね孫、まあ、文の後を継いだま紹介石ともこのようにです、ね、非常に、えー、家族ぐるみの付き合いをしておりました。 でこの銅像を送るときにです、ね、これ南京に送ったときの、えー、梅植詩が読み上げた文章も残っておりますが本当にそこにはです、ね、梅植詩はです、ね、孫文もしくはこの侵害革命中国革命に対する支援はです、ね、中日親善東洋平和のために一品の力をこうせざるを信ずと本当にその気持ちだけで自分はやってきたんだということをこの銅像を寄贈するときに述べております。これは孫孫文のの息子の孫 からですね、梅松吉宛てに贈られた、まあ、銅像の、えー、お礼状ですね。 こちら小さくて見えないんですが当時にしてはこのパノラマ写真をどうやって撮ったのかというふうに思うぐらいですね立派なあのパノラマ写真が残っているんですがこれは孫文先生が建てた広報軍艦学校の集合写真でございまして実は中央に羽織袴を着た梅屋小騎士が写っておりますえ、これは梅屋小騎士がその広報軍艦学校に銅像を送った時きの記念の写真でございますこの広報軍艦学校というのは皆さまご承知のようにですね、後の国民党共産党両方のリーダーを輩出 している学校でございます。周恩来先生もこちらをでのこちらの政治部主任でございましてですね、後の、えー、文化大革命の時にですね、この日本人が送ったようなこんな銅像なんていうのは当然破壊される危険性に、えー、見舞われるわけでございます。しかし、この周恩来先生はこの運命書記のことを。 ご存知でいらっしゃいましたのでこの広報軍艦学校のことでですねこの銅像は絶対に倒してはいけないということで命令を出してくださりですねその銅像をいろんな形で守ってくださったというふうに聞いております。 有名書記者は、銅像を送っただけではなくて、ですね実はそのまあ映画人、もともと映画人でございましたから、えー、映画を作ってですね孫文先生をお助けした日本と中国の皆さんがこんなに一生懸命やあの手を手に手を取り合って助け合ってたんだという映画を作ることによって、当時、こう日中関係がこうだんだんこう駆逐、えー、が怪しくなってたところをです、ね、えー、そうじゃないんだというふうなことを伝えたいということで、映画制作を思いつきますというか、企画をいたしました。これはここれはに、えー これですね、消介席の承認まで得ております。こちら梅が書いたまあ脚本というかですね、しのしなあの、えー、簡単な台本みたいなものが残して 残っておりますけれども海野翔記者、この映画をどうしても作りたかったんですがこれも時はもう1931年、えー、皆様ご承知のように非常にもう経済状況も悪い日中関係も悪化していく中でですねこの映画は実はあの実現いたしませんでした未完の映画となったわけでございます。えー で私はですねこの、まあ、梅谷諸吉が映画人でございましたしその梅谷孫文え総敬礼などですねいろんなこの非常に波乱万丈しかもその革命あり恋愛ありですねいろんなこの面白いストーリーはですね絶対映画になったら面白いんじゃないかというふうにずっと思ってますし梅谷諸吉がその。 あの最後にこの映画を作りたくてできなかった無念がですねこうひ孫の私にもつーずーとこう入っておりましてですねいつか映画を作りたい映画を作りたいっていろんな方にお話ししていましたら来年が新開革命100周年なのでそれに向けてですね今、日本、中国香港合作で,ですねこの当時の日本人と中国人のつながりまあ孫文と明書記者が中心ではございますがの映画をですね今、制作する運びに今、大車輪でなっております、え。ー しかしでも時代で,ですねこういったこの中国と日本は仲良くしなきゃいけないという活動をしていた梅野植地はですね当時の女性からいくとですね売国土というようよな扱いいで憲兵隊に捕まりまりすいろいろな嫌疑をかけられましてですねまあ当時はあの千葉の方にあった別荘に住んでいたわけですが根こそぎですね当時のいろいろないい資料は憲兵隊に押収されております。 ですから私の手元に残っているのは本当にあのわずかなものだというふうに思っておりますが運命昇吉も憲兵隊に捕まってです、ね、いろいろ当時のですねやっぱり国民政府の要人とのつながりが非常にございましたからなぜなら一緒に革命をやってたわけですから非常に近しいわけだったのでそのやり取りとかですねそういったことからですねこういったあの。の かなりひどい周知というかですね新聞にも多く書き立てられましたし本人も非常にこれが痛手となって翌年亡くなるわけですがこういったこともございました。 えまあそれにも負けずにですね小林吉はえなんとかまああの日中和平の道を探り続けるわけですね。ここにはあの広田外相の写真が写っておりますが実はその軍部等々にもかけるんですがなかなか難しいとで広田外相はそのまあ福岡出身え原油者のつながりでですね遠山先生からご紹介があったんでしょうえ広田外相にですねまあ自分は紹介石との非常にあの太いパイプがあるとなんとか 和平の道を探れないかということをですね、あの申言しておりましたで。これは広田外相から来た電報でございます。広田外相夜明日夜8時先生の意見希望すと梅屋に当てた電報でございます。梅屋正吉はですね。広田外相に2回ほど会ってますが、この3回目に広田外相に会いに行くために上京する駅頭で倒れて亡くなります。65歳胃癌でございました。 で、えー、前年はですね売国奴と書き立てられた梅谷諸基でございますが亡くなった時はですね法人の黒幕とかですねおしまるる死死ということですねかなり多くの新聞にこのように、えー、亡くなった、えー、死去を報じた新聞記事が、えー、多く残されております、えー、それではなぜその梅谷諸基は何をもってしてその 全財産をつぎ込むほどのです、ね、支援をしたのかとどういう心情だったのかということが皆様もあのこう不責任に思われると思いますがその梅屋諸吉はです、ねまあ、ここにも風紀在神、えー、人の価値は財産や持ち物で決まるものではないと人の価値は魂にあるんだというようなことをです、ね、非常にその心情として持っておりました日記にはです、ね、本当にたびたびこのようなあの言葉が散りばめられております。人のよ では持ちつ持たれずもろともに助け合うこそ人の道なれとかですね、えー、この世にこの手によって作られざる富は王子といえども尊むに足らずとですね えー、そのようなことをです、ね、日記にたくさん書き残しておりますこの書2つとも梅屋が残しておりますものですが、えー、このような心情のもとで梅屋はですねあの本当にこう、えー、自分だけがもしくは自分の子孫だけに残すんではなくてですね世の中があのみんなが平等に暮らせる世の中のためにです、ね、自分の作った財は投じるんだとそのために使うんだということをですね自分に 言い聞かせるようにですね日記にたくさんそんなような言葉を残しておりますこれが梅谷職者が残した日記でございます十三冊残っております非常に細かい字で読みにくいんですが本当にたどっていくとですね当時の要人とのやり取りとか孫文にいくらやったとかですね宮崎東亭にいくらやったとかですねそういったことも日記に全部詳細に書かれておりますはい そして梅屋は亡くなるわけでございますがその後もですね実はその中国と私どものファミリーとのつながりが細々とではございますがこうやってつながっております実はこれは1978年国交こ,こ回復して数年後ですけれども当時名誉国会主席となった総慶麗さんからですねまあこの写真に写っておりますのは梅屋の娘私のおばあちゃんになりますが,が北京に総慶麗先生に招待されます。 でその時の、えー、このお手紙がですね、えー、その、まあ、総慶應さんというのはその後あの抗日戦争の先頭に立ってですねまあ,あの抗日抗日で、えー、旗を振ってあのやられるわけですが、まあ、戦争が終わりそして日本と中国の国交が回復された後ですね、えー、このように、えー、このお手紙で、えー、おっしゃってます。えー このあなた方にお目にかかった時にですね私の記憶がよみがえりましたと孫文先生あ梅正吉先生と奥様孫文先生と私の間の友情を思い出しましたとどんなにこの友情は情勢どんな情勢になろうともどんなに時間が過ぎようともこのことは決して消し去ることはできないと消し去ることはできないという不能という。 字のところにですねわざわざ波線が打ってありますがえ本当にその総慶礼先生が晩年にこの孫文先生総慶礼さんそして梅夫妻の友情についてですねこのように書いてお手紙を残してくださっております。 そしてです、ね、これは若い時の江沢民先生御家宝先生ですねこの着物を着たのは私の母でございます4年前に他界いたしましてすごい綺麗な母だったんですけれども4年前に他界いたしましてその後、まあ、私が次いでこのような語り部的なことをやっております。 そしてですね2008年先ほども申し上げたように胡錦涛国家主席当時福田元首相の時でございましたけれどもあのまあ日本に10年ぶりに訪日される時にですねまずはこの梅屋孫文の歴史をご覧になるというようなことが中国側そして日本側の決定で決まりました。松本郎がそのののののの会場に選ばれたのはですね梅谷吉というのは私の母の方の早々 でございまして松本郎は私の父の家が代々経営しております。で父と母が結婚したことによってです、ね、今私が松本郎のことと梅屋食事のことを両方やってるわけなんですがですから松本郎にこういった資料があるというのはです、ね、父と母が結婚したからあるんですね。でその松本郎が会場になってこれらの資料を胡錦涛国家主席と福田首相にお見せいたしました。まあ、今ざっと年、ね、年前から近年にわたるですね資料 ちょっと私の手元にある一次資料を中心にお話申し上げてまいりました、まあ、簡単にちょっと復習の意味も兼ねてですね5分ほどのムービーにまとめたものがございますのでそのムービーを見ていただいて私の,あのお話を終わりたいと思いますのでちょっと切り替えお願いします。 一切後悔してはならずというのは、梅屋昇吉の,あの遺言でございました。 どうもありがとうございました、えー、小坂さんどう,どうもありがとうございましたあの本にも書い,て書いてありましたけれども小坂さんはもお小さい頃からおばあちゃんにもこの話をずっと聞かされてきたということで まさしくこの先ほどご自分でも語り部とおっしゃってましたけど、あの本当にあの何ていうか体にもきちんとこの物語がえしっかりと刻まれているんだなということを非常にあのわかりやすく説明していただきました。本当にありがとうございました。あのー、それではですね、あのまああの会場のでえこういうことあの期待あの小坂さんにお聞きしたいことがあればですね。 えっと近くのマイクをお使いになってあの所属とお名前を言っていただいてそれから質問していただきたいと思うんですけれどもえどなたかえせっかくの機会ですので質問のある方いらっしゃいますでしょうかちょっとあの司会者司の方が少し質問させてたいただきます あの最後の方にまあうに、はい、広田外相にです、ね、その和平をその定義しようとされたという話がありましたけど、はい、あのまさにあのそれこそ総務ブ主教後の日中関係等については、はい、梅谷章吉は何かこう書き物の中に、はい、あるいは日記の中にですね、はい、その彼の見る日中感とかその中国との関係についての考えというのは何か残されているんでしょうか。あの 運命消するの悪かったところはですね断片的にそのこう こう日記にはですね、その、あのこう、メモ、メモ帳代わりにですね、いろいろなその誰と会うとか。いくらやるとか、いくら使ったとか、そういったことは書いてるんですか、自分の思想的なものですね。つらつらとは書いてないんですね。ですから、その、そこがですね、あの梅食事をすごく研究しにくい、研究者たちがですね。なぜ梅食事が今まで、その、世の中に、なかなかその宮崎東天なんか有名なんだけれども。梅食事の名前が出なかったかというとですね、研究者がですね、研究しにくいんですね、梅食事に関しては、なぜなら、自分で自分はこういう人間。 だとといいうことを書き残してないんですね <laughs> そういったことからですね、その、えー、広田外相に、えー、自分はこうしてこういうことを言いたいとかですね、そういったことは書き残しておりません、あのただ広田外相にあの、えー、会,い会いに行くとかですね、その断片的なそ,のそういうことしか書いてないので、あのえー、一体何を言ったのかとか、えー、そういったことを、梅田聖騎士のこういう思いだったとか、そういう思いの部分はですね、えー、分かりません。はいえー、それからあの、まああの 梅屋さんについて本当まさにあの小坂さんがいろいろ書いてくれたおかげで、まあ、我々も知ることができたんですけれどもあと例えば中国で,の,です、ね、その梅屋研究の状況とかいうのは現在どうなっているかご存じの範囲でを教えていただきたい。 私も,ですねもう本当にあのもうちょっと飽きたというぐらい今中国にたくさん行く機会があってですねあの実はその先ほど申し上げたように侵害革命には本当に多くの日本人が携わっておりますがですね中国にはですねたくさんの尊文記念館もしくは侵害革命資料館というのがございますがほとんどですね日本人との関わりに関しては展示されておりません。 えー、それで,です、ねあのまあ、唯一です、ね、上海の孫中山故郷記念館にはです、ね、非常にその彼はやっぱり上海という土地柄ですねあの、まあ、その特に梅名吉のこともです、ね、非常に研究してくださってそういう研究センターも設立していただいたんですが、えー、日本人との関わりはどの孫の文記念館に行っても1枚ぐらい写真があるかないかぐらいで,です、ね、詳細なことはうた、えー、われておりません。 がですね一か所だけあの面白いところがございまして広州の広報軍艦学校え先ほどもお話出てきましたけれどもこちらは軍艦学校なんですねで今でも軍の,あの管理ですが観光地になっているわけですでそこはそあの小学生中学生高校生なんかもその社会科見学とか修学旅行で行くところなんですが実はそこにですね2004年からですね孫文と梅谷昇吉の常設展があるんです。非常に広いススペースで,です、ね あの。 うちに何の出しもなくですね、ら彼らが勝手にですね、研究して。いろんなレプリカを作ってですね。立派なすごくお金かけた展示場になっているんですね。それはなぜかというと、その広報軍艦学校に梅が銅像ぞ送ってますから。この銅像を送った日本人について、ちゃんと知ろうよと。いうことで、あの独自に、やってらっしゃるんですが、そこだけですね。あの非常に、あの、あの、出ています。あとですね、まあ、中山、中山というのは孫文が生まれた場所ですけれども。そこにはですね、あの中山城と。 言ってです、ね、京都でいう渦政まさみたいないわゆる孫文に関するものが全部作られた場所があるんですねそこで孫文の映画でもドラマでも何でも作れるみたいな、えーまあ、ロケセットみたいなもう広い敷地にアメリカ村からですねヨーロッパの孫文がいたロンドンの幽閉された場所からですね当然日本村そして中国各地の孫文のゆかりの場所が全部映画のセットになって作られている場所があるんですがそこの日本人村あ日本 亡命してた日本の様子を作った村の中にですね一軒梅屋昇吉の家というのがちゃんとこう説明書きであってですねそれもですねあの細かくですねあの家の中入ると。 総経理ゆかりのピアノがあったり、梅職種が映画人だったので、映画のその撮影のものが、まあ当然作り物ですけれども、置いてあったり。そこの説明書きにはですね、やはりその孫文に一番近しい日本人であり、最後、戦争、日中戦争に反対した日本人であるという説明書きもそこにされているわけですね。で、そこが、その今申し上げた二箇所だけが特別でございましてですね。あとの孫文記念館はですね、ほとんど日本人との関わりは、え。ー えー、常設展ではされておりません、えー。しかし研究の方はですね、日本よりも進んでいるように私は思います。あのー。 例えばですね、来年、侵害革命100周年に向けて、シンポジウムをいろんな形で日本でも中国でも台湾等々開かれる予定になっておりますけれども、侵害革命そのものについての研究者の第一人者というのは武漢、武漢ですね、武将法規の地の武漢師範大学の先生方が有名ですが、ほかにもですね、天津の南海大学、それから中山大学、そういったところの研究者の皆さん は非常に深く研究されてますですから一部の研究者なんですね一部の方たちが深くこの日本人と存分のことについては日本人の学者さん以上に研究は進んでいらっしゃいますただそれは一般的ではないということですねはい,い,いじゃあどうぞあ東京新聞の新聞ですこんにちははい。あの 今のお話にちょっと触発されたものもあるんですが、<laughs> はい、あの確かにあの展示のみならず、あのまあ中国における歴史教育というのは、明治維新以来の日本の近代化を一貫した中国侵略の歴史であったと、これ、ごく最近の展示を見ても、例えばあの南京の,あの虐殺記念館の,あの近代史部分の展示というのが新設されたんですけれども、これ、一色、もう虐殺、侵略一色で、 侵害革命に日本人がまあ命を懸けて支援したというのは全く出てこないんですね、はい。でこれ非常にまあ残念なことでありますんでまあ是非あのでぜひ来年、侵害革命100周年を記念してですね、はい、日本のまあ孫文先生自身もまあ日本が革命の拠点だったわけですし日本がまあ中国の革命近代化に貢献したという歴史を復権させるようなですね、はい 大きな流れというものを、はい、ぜひ、まあ、梅谷昌吉さんの話をはじめ他にもたくさん偉人の方がお見えになりますので、はいはい、ぜひあの呼びかけて作っていただきたい、ねまあ、我々はちょっとメディアの側ですと、はい、なかなかそれを呼びかけるというわけにはいきませんが、まあ、積極的にあの、はい、宣伝したいので、はい、ぜひ、はい、あのそういう流れを作っていただきたいという、はいまあ、陳情をしていただきたいと思います。 実はですね、今、先ほども、尊文記念館等々にはほとんど日本人のことを紹介されていないというふうに申し上げましたが、今、例えば南京、今、まさに南京の話で出ましたが、南京というと、やっぱり虐殺記念館で、私も非常に敷居の高いところで、なかなか南京には押し向かなかったんですが、そうは言っても、南京の,そのやっぱり尊文記念館からですね、実はあの打診がございました。南京のその尊文記念館とところには梅がが送っった銅像がちゃんと残っております あのそういったコーナーを作りたいと。 日本人に、梅昇吉なりです、ね、そういった孫文との関わりのコーナーを作りたいという打診が今、来ております南京の方からですね。私も南京という場所からです、ね、そういった記念戦争の逆説記念館も、まあ、それはあるとしかしもう一方で,です、ね、こういった日本人がやはりその中国に助け合ってです、ね、歴史を作っていったという時代もあるということもです、ね、やはり広く伝えたいと思っています。 のでまあ実はあさってからも上海南京行くんですけれどもそのことで南京の村文記念館の人とも話をしてきますしまあ武漢武漢の新害革命博物館というのが来年のその侵害革命100周年に向けて今すごいその建て替えで,です,ねすごいかなり立派なものを建設するわけです今武漢にすごいその侵害革命100周年に向けてあの政府がお金を投入しているというのを聞いて一体何に投入しているのかなと思うとですねインフラ整備なんですね。地下鉄を掘ったり とかその博物館を基金を立てたりとかいうのをやってるわけなんですが、しかしですね品物がないんですよ中国にはその孫文先生に関するですね、宋慶蓮先生に関する品物がねあんまりあんまりないんですねですから本当にこの日本の例えばうちにあるもしくはその宮宮崎当店資料館がありますそれから現用車の品物は今福岡の博物館に眠っているそうでございますけれどもこれらはね本当に中国の研究者にとってはもう喉から手が出るぐらい欲しいすごい。 貴重な資料が日本に実はある。なんで日本にあるかというと、日本人がそれだけ深く関わってたということなんですね。それらをまあ今あのおっしゃったいただいたようにですね、どういう形で出していくかということをですね、今いろんな方のあのお知恵を拝借しながらあの活動しているところでございます。どうもありがとうございました。それではあのちょっと一番後ろの方を。 NHK の,の OB ですがあの私はですねその孫文以降のことも非常に気になるんですよね。要するにあの孫文のまあ右派が介石で左派が毛沢東でまあ中道派が王政衛と言われてるんですよね。でその,その王政衛は日本と一緒にまあ日中合作をして最後は日本に来て死んだということなんですがで私の親父はそは戦前帝国議会者。 クラブの理事だったんでですが大東亜の要請から結局まあそういうことはまあ戦争に負けちゃったんで何もなくなっちゃったわけですけれどもねしかし何かやっぱり日中にそういうことはつながってきたことについてその「王政がそういうふうに日本にこう、まあ、結んできたってことについてやっぱりその孫文先生との間でね何かそういうようなことがあったかどうかっていうようなことは 今かから発掘できなないものかなということをちょっと感じるんでまあ孫文先生以降のね日中の関係についてもまあせっかくの機会だからこれから研究をしていただきたいなというまあこれご要請です。 ありがとうございます本当にそれこそ NHK とかがですねどんどんあのいろんな <laughs> あのお力を使ってですねそういう番組とかをたくさん作っていただくとですね一般の人にも非常にこの,あの分かりやすいですしこの間もそのつい5月の22日にハイビジョンで90分 NHK 作ってくださったんですがあの私が見たこともないような資料もですねたくさんあの出してきてくださったりするのでですねぜひあの,あのいろんな形で、まあ、来年ちょうど進学革命100周年なのでこの孫文先生についてですね若干あのい,いつもつ 興味のない人も、えー、興味をがいくときになりますからぜひです、ね、本当に私の方からもです、ねあのまあ、新聞なりメディアなりあのテレビなりそういった形で,です、ね、取り上げていくとです、ね、実はあのそういうことに非常に詳しい方とかです、ね、そういった資料を持っているという方がです、ね、出てくる可能性もたくさんあるとあ九州にはです、ね、非常にそのあの自分の蔵に、ね、大事なものを眠っているよという人たくさんいらっしゃるみたいなんですね。あの尊分助けた日本人人ほとんど九州人 なんですね、あの遠山は福岡ですし、えー、宮崎当店、熊本、梅書記、長崎、そういった安川圭一郎さんは北九州ですねそういった九州とかには実は表立ってなくても当時の貴重な資料というのはどうやらたくさん眠っているであろうという,ふうに言われていますのでぜひこうメディアであお,あおってです、ね、そこから出してくるとです、ね、いろんなものがまた出てくると,いと思います。はいかかがでしょうかあどうどぞ 個人会のお申しゃのお知ように確かに孫文といいますとあの宮崎東天とか、はい、遠山光とか、まあ、そういうことしか僕なんかも知識なかったので、はい、今日非常に目が開かれたんですけども、はい、であのそこでやっぱり非常に強烈な言葉はですね一切口外してはならずという,う本なんですね。でこれは、まあ、彼が死んだ時代 まあ家族に迷惑かけたくないっていうまあ感謝すら非常に単純なんですけども何かどうなんでしょうか本当にあのこれはむしろ彼の生き方を示すような言葉だったら。 まあ、まのさん、あなたが金を破ってるわけですよ。<はい S 1> これはどういうふうに代々。伝えられてきた、かもう少し教えて。いただくそうですね。私も、あの、いつも、この、あの。そこのところの、あの、説明を端折っちゃって、あの、質問が出るところでございます。この一切口外してはならぬ、あ、まあ、あの、遺言ではですね。 自分,あの自分と孫文の名約にてなせるなりとこれを一切口外してはならないという遺言を残し,た残しましたこれはです、ねまあ、今おっしゃられたようにもうその目の前に戦争が来ていることが分かっている時代でございますしかも自分が顕微鏡に捕まったりしておりますし多くの方に迷惑をかける可能性もあるというようなことから一点あのその一切口外してはならないといったこともあると思います。でもう一点はです、ね、その今 やはりおっしゃられたようになんでその宮崎東店なりが有名で梅名食事のことが全然その今まで出てこなかったかという中には梅屋、ね、食事というのは自分があまり表に出ないようにまあいいじゃないかと。 あのお前たちやれみたいなそういうその多分私は男性じゃないので分かりませんが男性って多分2タイプあると思うんですね。その一生懸命自分がやったやったって言っていろんな、まあ、やってもないこともやったやったって言ってこう非常に宣伝するタイプとですねこう影で 誰かの陰で一生懸命やるけれども別にそれで,それで自分でこう自分にようというかですねこうなんか第二のとこで自分かっこいいと思っているようなタイプっていうかですねうまい時期っっっその後者でですね自分が前面に出るよりは裏でいろんなことをやってそれで自分がこうえ満足するとかまあ自分はこういう男だ自分はこういう生き方をするんだっていうような、え。ー 人間だったと思うんですねですからその逆に当なんかそのたくさんいろんなものをこう書き残してるのに対してです、ね、梅職長メモ的な日記を残してるにしてるので自分はこんな人物だったとかこんなことやったとかあんなことやったようなことは全然書き残してないわけですね。ですからその、まあ、自分と孫文の約束でやったことなんだからいちいち言うなと。 まあ今ですから私がこう言ってることに対して天国で何をやってるか暇ごはと思ってるかもしれませんけれどもまあそういう性格だったことが一つとですねあとはその時代ですねやはりもう戦争が目の前にあるもう自分と孫文がやったことなんだからもういいんだというようなことで,ですねその遺言で一切口外してはならずと言,った言い残したんだと思います。はい <laughs> 1970年頃でしたかねあの過激派が調理をばっこしてる時代に私国会の中から見ておりましたら松本論に放火されて丸焼けになったことを私見てたんですけれども今お,お邪魔すると 総経霊さんが使ったピアノかな、はい、何かあのとても途中からあの出品されたように思いますけれどもあの焼けたことでつまり何か資料はあの時一緒にやっぱり焼けたとかそういうことはあったんでしょうか ありがとうございますす本当にあの新聞記者の皆様はですねあの松本論の延長のことを本当によくあの覚えててくださってですね当時実はあのピアノはあの松本論に置いてございませんでした私の叔父の家にございましてあのですからあの残っているわけでございます。えー、今日も会場に来てくださっているんですが実はあれはヤマハヤマハの方いらっしゃってるんですがそのヤマハ日本で初めてその日本楽器ですかね当時作ったピアノのうちで今残ってる2台のうちの1台ということで。 でですね、山ハさんからも絶対大事にしてくれと言われてるピアノですが当時その過激派で松本楼が炎上した時にはあのピアノ王子の家にあり、えー、無事に残されましたで他の資料というのもですねあの松本楼はそのあのレストランでございますのでですねあんまりそのしかも日比谷公園の中にあるので今でもそうなんですけどあんまりいいもの置いとけないんですねあのいろんな方が出入りしてですね本当にいい絵とかでその飾ってでもなくなる私もこの間ですねちょっとその ちょっとブランド物の,のですね名刺霊をちょっとピアノの上に置いてお客様にご挨拶してる間にもうなくなっちゃうとかですねあのちょっとね <laughs> あの非常に高貴な方もいらっしゃってくださるんですがまあ公園の中なのでいろんな方が出入るのですいいものを置いていかないんですねですからさすがにピアノは持っていかないだろうということでしかもそのまあ今あの日本人の住宅事情で私のおじもですねあのそ広い家に住んでないのでまあこれは大事なピアノなら多くの人に見てもらった方がいいから松本楼にまあ置いてよ ということで、置いてあってですね、後の本物は、貴重なものは松本に置いてません。全部、あの、ちょっと、私の自宅の方にあってですね、<laughs> レプリカを少しだけ、あの、松本の本に置いております。どうぞ。理科室の清水と申しますか。あの、梅谷書記さんがお亡くなりになった。

それであの、うちの兄の話によりますと、はい、あの梅屋別荘には孫文さんとかそれから紹介石さんとかいらっしゃったと聞いておりますが何か資料みたいなものがあったらですね、はい、こういう中に加えていただければなというふうに思っております。はい ありがとうございますあの晩年ですね千葉の三崎町、えー、というところに当時ちょっと流行ってたみたいですですねそこにはですね実はお隣は講談社のあの野間誠二さんの別荘もありましたし、えー、こちら側のお隣は森尾貝さんの別荘今でも残っておりますがそうそうたるメンバーがですねその千葉の外房のところに別荘を構えていたようでございます梅谷もそこに非常に広い別荘を持っておりましてまあ、当時その紹介石さんとかも皆さんそこ ちょっと梅屋の別荘に、えー、訪れてであの実は私の方こそですね千葉の皆さんに、えー、実はあの当時の梅屋の家に別荘にあったものがですね千葉のその,地元の皆,さん結構皆さん持ってらっしゃるんですねあのその風紀新とさっきも書いた額もやっぱりあの近所の,あの梅屋別荘の近所の方が今でも持ってらっしゃるんですがもうお茶碗とかですね当時のいいものを結構持ってらっしゃるというふうに私は聞いておりますのでですねあの逆に私は千葉の 皆さんにいろんなものがあったら、ちょっとあの <laughs> あのお渡しいただきたいなという風に思ってるんですが。あの。かなりあの当時、あののものは、あの。皆さん、いろんな形でお持ちになっているようでございます。逆に言うとですね。私も今、その別荘地が一万坪ぐらいあったら、やっぱりシスは何もお金なくな。って わけですからそれを切り売りしながらまあ子孫としては生きてたわけであの今本当に何も残ってないんですがその千葉のやっぱ皆様方がで,ねですねその千葉の運営の別荘があったところを不動産会社がですね今あのリタイアした後の住むには非常にいいという非常にあのいい物件がたくさん建ってるんですけれどもその不動産会社をですね ここは梅屋さんの別荘があったところで商売したということで,ですね不動産屋さんが責められたらしいんですねでじゃあ申し訳ないからっていってその梅屋別荘跡地というですね人梅が使っていた井戸が残っていてですねそれをあの大事に今でもあの千葉の皆様が守ってくださっているわけですがえ逆に三崎町には梅屋なり介石のいろんなものがもしかしたら皆さん持ってらっしゃるんじゃないかというふうに思っております <laughs> <はい S 2> それではあのよろしいでしょうか。 それじゃあほんとあの長い間どうもありがとうございましたあの記者クラブに来ていただいてですねあの先ほどお綺麗な味で梅屋、えー、のお言葉あ風紀在心ということで心の風紀心にありというところを書いていただきました、えー、それじゃあ,あの、えー、記者クラブの方からちょっと記念品を送らせていただきます。 どうも今日は本当にありがとうございましたありがとうございました